本日は朝倉未来選手の弟でもあり、ライジン元バンタム級王者でもある朝倉海選手が斉藤豊選手に前線するも惜敗を喫した平本蓮選手について気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。朝倉海選手は4月29日ライジンランドマーク大会終了後、自身の YouTube チャンネルを更新し、大会の総括を行い、その中で斉藤豊 vs 平本蓮選手について語り、この試合はかなり楽しみにしていましたね。斉藤豊選手が判定2対1で勝ったんですけど、でも俺はこの試合を見て平本くんのテイクダウンディフェンスの強さにびっくりしました。正直あそこまでできるとは思っていなかったんで、平本くんが組まれて寝かされてしまうのかなと思っていたんですけど、組まれる前にパンチを当てれたら平本くんが勝てるのかなとも予想していたんで、でも平本くんは1ラウンドから最後までしっかり斉藤豊選手の組み技に対処してて、寝かされていないんじゃないかな。一瞬背中がついた場面はありましたけど、すぐに立ち上がってしっかりとマットに背中をつけられる場面はありませんでしたね。倒されても立ち上がる力とかすごいですよね。かなり成長しているなと思いましたし、あの打撃にあのテイクダウンディフェンスはかなり強いなと思いました。でも結構待ちのスタイルだったんだよね。カウンター待ちで自分からは攻めずにテイクダウンディフェンスに徹底して、相手が入ってくる時に打撃を狙うっていう作戦だったんですけど、あのスタイルだとテイクダウンに入る側のタイミングで入れるから、テイクダウンに入りやすくなっちゃうんですよね。だからあれだけテイクダウンディフェンスができるなら、もっと攻めたら違う展開になってたのかなと、もうちょっと自分から言ってほしいなと思いましたね。あれでもう少しパンチを上下に散らして攻めるシーンが増えれば結果は変わっていたなと思いました。攻めるとその分テイクダウンに入られるリスクは上がっちゃうんですけど、あの試合のあの距離感だと斉藤豊選手が攻めたい時に攻めれちゃう感じだったからもったいなかったなと。最後のラウンドでもっと攻めていければ判定は変わっていたかもしれないですね。でもこの期間であれだけの組み技の対応ができるようになっているのは楽しみですねと語り、平本蓮選手のテイクダウンディフェンスを絶賛しつつも、自分から攻めていく場面を作らなければテイクダウンに入られやすいと総評しております。この平本蓮選手のパフォーマンスに対してファンの中では、負けたけど本物だったな、まず2勝2敗で元王者と戦える時点ってすごい持ってるものが違う、試合後の悔しがってるのも格闘技に真剣なところが伝わったな、今一番伸びしろある選手でしょう、正直ミクルとはやってもやらなくてもいい、2020年大晦日萩原に寝かされて何もできないで何万人の前で恥をかいたこの男が、2年で全チャンピオンにここまで戦えると誰が想像した。この顔見てとんでもないプレッシャー努力してきたか分かるよな。この一戦が必ず平本蓮のターニングポイントになるなど、平本蓮選手を絶賛する声が上がる一方、平本蓮に関してはもうネタ、斉藤に負けると思ってたけど朝からネタとかもうやめとけ、2勝2敗で組ませてもらえるカードじゃないのにあの大敗はもう救えません、平本の努力は認めるし恐ろしく強くなってた、あの斉藤選手のテイクダウンからも技術で立ち上がった、ただ浩二さんに裏で中指立てたり関係ない人を誹謗中傷したりするから罰が当たったんよ、人にやったことは必ず己に返ってくる、今回の敗北も因果応報、神様って本当にいるなど批判的な声も一部寄せられ、物議を醸しております。注目の集まる平本蓮選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。